車アウトドア2番ゼッケン51番の長尾宏、住田永大パラリンピック長野、そして右側にはゼッケン57番の梅田根優作、エロキスタアメルとなります。さあどちらもスクリーンサーレを進めて、さあゆっくりと先行しています。さあお互いがどちらどの辺りで仕掛けていくか、現在は10分近くから第1コーナーへと向かっています。さあ第4コーナーを待ってホーム側に入ってきた。長尾選手が予選では2位、3位ですね。そして梅田選手は勝ちましては、予選では第4位になっていました。さあ、させていただきました。さあ、ここからどうだ、先にさあ、先行します。ゼッケン57番の梅田で優作、さあ、そしてそれを追いかける長尾宏樹、住田永大パーリズミ、さあ、そして今第3コーナー近づいていったが、そのまままだ逃げるか。さあ、梅田が先行か、どうだ。さあ、それでは先ほど行われました第3組の結果をご紹介いたしましょう。先着は前回57番の梅田で優作選手でした。エロチスターサベル梅田で優作選手でした。